東大工学部の就職先。皆さんこんにちは、キャスト大師 TV の小林です。今日はですね、私の高校の同級生の清水さんに来てもらいました。よろしくお願いします。清水さんはですね、僕と同じ開成高校出身で、東京大学の工学部を卒業して、はいはい、現在は、教職をそうですね、やってらっしゃるということで、はい、東大のね、時代をちょっと思い出してもらって、東大工学部の、就職の現状とか、どういう進路が多いのかなってことについて、聞きたいと思うんですが、工学部といっても広いじゃないですか。なので、工学部のどこの学科に所属したんですか？機械工学科です。機械工学科。メカニカルなところだと思うんですけど、じゃあ機械工学科だと何が就職先としてはメインになるんですかね。やはり皆さん想像している通り、メーカーが一番、一番多いですかね。一番多い、はい、やっぱりでも大学院に行ってからって感じですか、ね、そうすると。ほとんど大学院に行きます。ほとんど大学院に行く。清水さんは？自分も大学院、大学院ってね、はい、で今は教職やってるけど、そうですね、大学院に行くとやっぱ専門知識も身につく。全然違いますね。全然違う。ちなみに例えばね、どんなメーカーがこう多いというか人気というかでした？分野はもうそれぞれなので、自分は機械工学科なので、機械工学科っていうとやはり建設機械とか自動車とか車、重工系とかが多いわけなんですが、やはり時代が時代なので、IT とか、電気機器、電子機器メーカーとかも多かったですし、IT 系とか、理系だからやっぱり IT は多分理系人材をめちゃめちゃ、そうです、学科こだわりなく求めてるってのはあるけど、やっぱ機械工学科ユニークネスとしてはやっぱりこう車とか重工系とか、伝統的にたくさん、行くのかなというところですね。なんかやっぱりこう大学院に行くことでその就職有利とかあります？あると思いますね。やっぱりなんか紹介とかあるんですか、研究室の？学科推薦というのがあって。おお、学科推薦、はい、やっぱり東大もあるんですね。ありますね。結構枠は広い。枠は、広いですね。で結構それがかなりあるので、例えば大学院に行こうと思ってたけど、院試に落ちてしまったとか、残念ながらいうことも、そういう人もたまにいるんですけども、院試落ちて一回浪人する人もいれば、就職を選ぶ人もいます。就職を選ぶときに意外と東大の工学部だと、意外と取ってもらえると。学歴的にはね、高いですね。ちなみに大学院に行って、もちろん研究室にもいると思うんですけど、清水さんの場合、その周りとかはその紹介とか推薦って何割ぐらい、その推薦だけで決まっちゃいました？いやー、ちょっと割合が覚えてないですね。何割ぐらいかな。ちょっとあんまり適当なことは言えないんですけども、5割ぐらいかな。ざっくり半分ぐらいは、推薦とかでも。おそらく、はい。でも普通に考えたらすごいことですよね。そうですね。普通だったらだって何十倍っていう倍率の企業に推薦でスッと行ける人が半分ぐらい。少なくとも3割とか、多かったら6割7割いるってことなんで、すごいことなんじゃないかなと思います。でも研究室でやっぱそれなりに、大変なことやってきてるので、力はついてるんですよね。なるほど、なので、そこを飲み越して、そういうふうになってるのかなと。なるほど。じゃあ最後にちょっとお聞きしたいんですけど、機械工学を選ばれたということで、いろいろ学科はあったと思うんですけど、機械工学を選んでよかったなって思う部分ってどんどんですか？それは勉強の内容でも何でもいいです。自分は物理が好きだったので、物理関連のところに行って勉強したいなというふうに思っていたんですが、機械工学科に行くと基本的な物理の勉強、四力学っていうんですけども、それを全部しっかりと勉強できます。なので、いろんな分野、日本のメーカーのどこに行っても活躍できる人材になれるというのがやはり良かったですね。なるほど。
まあ、ただメーカーには行かずとっていうことだったと。まあ、はい、そうですね。まあ、というわけでですね、まあ、今回は東大の工学部機械工学科について動画を撮らせていただきました、はい。これからもですね、いろんな大学のいろんな学部について皆さんにご紹介する動画を撮っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。工学部ってどういう生活するのっていうところについてお話をしていただきたいと思います。